なくなると、困ってしまうデータなら、消えないように、メディア保存。五七五七七の31文字でデジタルに関する単価を読むデジタル教室単価部です。写真や動画、文章など、 多くのファイルをストレージに保存することになります。当然ながら、ストレージの容量は決まっていますので、保存できるデータ量には限界があります。ストレージ容量の空き容量がなくなってしまった時に、あなたはどうしていますか新しくハードディスクドライブを購入して、 物理的にストレージを追加する人もいるかもしれません。しかし、多くの人は保存しているデータを見返して、不要だと感じたデータは削除してしまいます。操作ミスで撮影されてしまった写真などのデータであればいらないと思いますけれども、その時に面白かったり、 記念に撮影した写真、なんとなくメモしていた内容など、削除するのに迷ってしまうデータだってありますよね。データは削除してしまうと、二度と元には戻りませんので、削除するのに迷ってしまうデータは、n e o バーニングロムで、 CD や DVD などへ移動してしまいましょう。CD や DVD にデータを保存しておけば、いつでも必要になった時にデータを復元することができます。ですから、消えてしまっては困るデータを CD や DVD にバックアップするのにも、 ネロバーニングロムが役立つんです。今回の単価は画像付きでインスタグラムやツイッターにも投稿しています。またデジタル教室ではアプリやパソコンの使い方などの情報をウェブサイトや YouTube、Podcast で配信していますので概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室単価部でした。